あーけす。どうも、こんにちは、クラフト。はい、どうも、こんにちは、ヒカルです。こんにちは、ロケマサです。どうも。今回もマインクラフト、ドンケツクラフトやっていきたいと思います。今回なんですけど、まあ、前回に続き、屋根ができつつあるんで、あとはもうあれを完成に近づけていく、という流れでかな。よっしゃ、そうだね、オッケー。今日も変わらず、やっていきましょうか。いきまーす。まあ、玄関階が結構長かったから。ああ、確かに確かに確かに。次は？今回は。次の工程は？壁。一回壁作ろうかなと思って。お、いいね、いいね。一気に全部バーで作るんじゃなくて。ほう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 。半分ぐらい。まあ、3マスぐらい。まあ、今の出来栄えはというと。あ、そうだね。まあ、それを言ってからだね。まあ、こんな感じね。うん。そういえばアヒロなんな。ああ。まあ、いいか。まあ、いいじゃね。まあ、いいか、いいか、いいか。牧場がどっか寝とるやろ、あいつ。そうだね。よっしゃ。来るでしょ。まあね。うん、で、次は？まあ、壁で、壁の素材を何にするか、じゃない？壁の素材か。それか、その前に縁側を作るか。ああ、縁側ね。なるほど。まあ、縁側でもいいかな。縁側はどこに作るの？まあ、玄関の横で、広いって言ったらこっち側じゃない？やっぱり。こっち側？外側やろ。あ、うん、ここ、うん、そうだね、ちょっと出っ張り出して。おー、オッケー、オッケー、オッケー。縁側といえばもうやっぱさ、あれじゃん。ん？芝生、草？あの辺か。草か。草？ああ、なるほどね。草いるね。なんか緑欲しいよね。うん。ここら辺寂しいし。草行くか、じゃあ。草刈るか。草ある。ハサミ持ってる？あ、持っとる、持っとる、持っとる。あ、オッケー、オッケー。あ、今俺草持ってないや。あ、この辺刈るか、じゃあ。そうね、じゃあまだし。いいね、いいね。おい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 。いいね。あ、古い方のハサミちょうだい。古い方ね。オッケー。キュー。サンキュー。あれ、こっち帰ろう。ここめっちゃやばいやん。ああ。いいね、いいね。ああ。あ、壊れた。ありがとうです。ここにいましたよ。気持ち悪すぎやろ。どうもでーす。へぇー。どこにでもおるな、お前、ほんま。おいぃ。いけ。やめろや。ほんま、どっからでも出てくるな、ほんま。そうやな。宇宙人連れ去られとったよ、ほんまに。はめられてますか。ここに？ああ。封印されとった。封印されしてエグゾディアけ。ああ。封印されし、マイスやな。いいね、いいね、いいね、えいえいえい。俺、すげえって晴れへんもんな。さ。あ、割れてもた、終わった。行くか。行きますか。縁側な。元気、勇気、バン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 キキーズ。ガワエンやから。ガワエン。ガワエンだね。ガワエン。ガワエン、ガワエン。ガワエン、ちょっと、まあ、この。ゾンビの音。まず、草であれしたら、なんか間取りっていうか。この辺からかな。どこからどこまでにするかみたいな。パン取ってくる。もうちょ、あ、これもうこれぐらいでいいじゃん。縁側。そう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 。わ。どれぐらいの出っ張りにするかな。もうちょっと行こう。これぐらいかな。もう一個ぐらいか。もっといるんちゃう、縁側って。こんなもんじゃない。そうなん。これぐらいすぎてあれじゃない。壊したぞ、お前のやつ。ははは、おや。この家のサイズ的に、ちょっと奥行きすぎたら奥の部分なんか他に使われへんなってまうから。あー、なるほどね。こっち側も使うってことか。そう、こっちはなんか欲しいやろ。全部縁側で終わらすのちょっともったいないやろ。あー、なるほどね。オッケー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 。縁側？オッケーでーす。オッケーでーす。さらっ、ピッケルピッケル。ね、あ、ピッケルいらん。おらんやん。あ、日が暮れてきた。喋るやろ。喋るとピッケルはいい。喋るって、いいね。いいね。あ、そういえば生放送っすけど、次日曜日かな。日曜日。マインクラフト生放送ね、日曜日ですよ。斧あるし。しゃ、まあ、基本土曜日にしようと思うんですけど、ちょっと都合で日曜日になりました。日曜日ね。うん。うん。日曜日それ、いいね。
パンちょうだい。パンそれ。あげんね。パンあれやん。なんでだよ。せこい自分で。あざっす。俺60個ぐらい持っとうぞ。しゃべるしゃべる。どんだけ持ってんだ。え、ここあるんじゃん、ここに。あるやん。鶴橋あるやん、鶴橋。あ、ないやん、鶴橋が。これあるんで。あ、鶴橋俺あるよ。はい。お、あるやん。それいいね。よっしゃ。ロケマサ君、それいいね。やったね。ロケマサ君の正解。お、ちょっとこれ使いたいな。縁側といえば、俺といえば、縁側は若干ちょっと渋め、やっぱり。渋側。どんなんなんちなみに。いや、縁側もちょっと俺な、縁側だけ地面変えたい。色変えるやろそら。そうそうそう。もう下をこれにしたいわけよ。下をね。あ、見せたこれ。何がなこれ。知らん。戦力が。戦力がの磨かれたやつ。あーそのある。あーなるほどね。なんかこれ和風って感じする。そう。なんつったっけこの。磨かれた戦力が。これこれこれ。あと5つしかない。喋る喋る。ベーシャルや。ベーシャル。いいねいいねいいね。ベーシャル作ってくるわ。いいね、床が違う色っていい。シャベリング？あー戦略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 でもこっちの方がなんか草に合ってない。うん。まどっちも合うっちゃ合うけどな。いや俺的にはこっちはかっこいいと思うな。あーこっちの方が安山が綺麗だしこっちは。うん安山の綺麗。まあ、センスないなお前。それが見えへん。君には見てごらん。よーく目を凝らしてね。はあおや。見えてくると思うよね。この草なんなんこれ。なんか意味あるん。戦略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 ガン戦略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 ガン戦略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 パンクをパンクをあんざん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 よっしゃーよっしゃなわけユージおい、前だ、いいかお前、わかるかこのテニスのラケットの持ち方はな、親指と小指でそっと赤ちゃんを包み込むように。ユージわかるかなしょよ、お前、おい。草に追われて。ユージ行くぞ。連れ来い、ロケマサ。ういえ。もう敷いて戻れんよ、お前。ほか、お前。終わった、戻った。終わっとるがな。あとここもあるよ。ひとまずだ。はい、はい、はい、はい。確かに、こういうのもやったらあかんなあかんな。確かに大事。それ大事だね。はぁ、おや。それいいね。ここも部分伸ばす？ここ。伸ばそう、伸ばそう、伸ばそう。オッケーオッケーオッケー。伸ばそうね。あ、ここも伸ばすん。あ、見せた。喋る、喋るの出番やん。ピッケルね。やめろや。戦略、戦略、戦略、戦略。はい。やったーん、終わり。で、これ暗算感だよ。バルチチュシオッケーやるかはいえ、もう草しかなくていいんじゃない草はもういらんやろこれ使うのいや、使うリンガー何を使うからここでそううんこれにやはりそうやな上に何を敷くかって感じじゃない上に敷くもの縁側といえばうん、縁側といえばでも縁側といえばやっぱなんかせせらぎの湯が流れと水が流れとイメージ若干あるな縁側におうおうおう、うん、せせらぎの湯が流れとそう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 縁側やからな言うてもさすがにはいじゃあバケツを一応渡しとく俺水の取り方今思うとあんま知らんのやなあーバケツうまいわ ここにあるよ水オッケー、戦略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 はい戦略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 今から行こうよ戦略戦略水汲みに行くあ水がなんか出たうわあれいいねなんでああこっから汲めるんやいいね無限水源ってやつやばいな何回でも汲める何回でもいけるんや
そう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 。どうしよっかな。どうしよっかな。縁側なんつっか、いまいちあんま想像つかへんけど、縁側ってやっぱ火が、火の光が当たるよな。だからこの後ろ側のバック全部これ取ってまいなあかんな、やっぱ。バックここ、うん。掘るって汚いやろ、これ、明らか。喋るけ。うん。これ全部取ってまいなあかん、いずれはな。まず後ろ見て。何、うん、後ろ見て。やめろよ逃げろ逃げろちょっと。どうしよう。あ、ここ。ここは、なんだって。OK。難しいもんやね。縁側のアイディア。側縁な。側縁。側縁むずいもんやな。側縁は難しいな、うん。あんまイメージできへんもんな、俺。そうそうそ う, そ う, そう。縁側。俺もな。どんな感じなんかっていう。おー。内側。こう中っ側にやっぱ水流れとくべきなんかな、縁側やから。この。あー。あ、それとも、もう一段上に上げて、あ、ちゃうな。縁側？でも内側かな、やっぱり。ここかな、やっぱり。縁側、縁側。お、壊れた。さあ。もう一個掘る。内側に水流そうかな、思って。あ、あれ？なんか糸持っとったんやけど、俺。シャベルちょっと取ってこよう。んで、俺のも。シャベル？水流すとこの色だけ若干変えとこうかなと思って。この下を掘って、うん、もう一個？そうそう、色を変えとこうみたいな、この、ここの。あ、シャベル発見。シャベル、ね。これ何色にしようかな。ここで？これこそまさに戦略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 。はい、いくよ。はい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 。ボーイルやん、ボー。もうちょい作るわ。戦略眼それ、いいね。あれあれ、はい。シャベル、シャベル。おお。丸いし。これ水流れそうな、確かに。丸いし。色してるわ、確かにな。おお、ダイヤモンドの。確かに水が似合うね、これ。確かに、確かに。確かに、確かに。そう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 。あ、邪魔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 。ああ、丸いし。丸いし、いっぱい。戦略ねえぞ、戦略が。あった。戦略、後ろ。ここか？いいね。丸いし、やった。戦略。棒棒棒。それ、いいね。棒って、どっかあるんかな、棒。あったぜー。木とかってもしかして意外とないんけ？もう、ないかもね。あんまないな。うん。木が。足りひんな、これ。お、いいね。ん？ピッケルはめっちゃあるんやな。なんか、波打っとるぞ。ど？じゃこれ。木いるわ。なんかこれ段差なっとるぞ。あ、気がなくなった、ほんまに。あ、そう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 。高低差で耳気になるわなって思ったよ、これ。なんでや、これ。気になった。あ、もう一回水入れたやんか。どれ？なるほど。お、おうおう、なんか。そういうことやろ、多分。もう一回水掘り込み。段差がなんかできたわけよ、なんなん、これは。あ、ほら、治った。あ、水掘り込みまくってなるんちゃう？マジで。そう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 。あ、そうなんや。そうそう。気が。この静かな水になる。清水っていうのは。水の量がちゃうから、ああ、そういうことだな。部分部分によって。さっき俺真ん中に入れたから、一瞬。はいはいはい。真ん中に水固まったわけよ。はい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 。じゃあ、全体にそれ入れりゃ、どうなるか。簡単なことやで、工藤くん。ちょっとあれ、おお、いいねいいね。火買ってこなあかんな。おお、水を。火丸でないんやけども。戦略、戦略、戦略、戦略。はい。いいね。よっしゃ。木を借りに行こうかな。木こりになろう。おお、いいよいいよいいよ。これ一人でやるけど長いな、これ結構。縁側？いや、バケツリレー。バケツリレー。あ、あ、ちょっとやねん。すげえ、こっから見たらほんまできてったな。外から見てみたら。いいね。いい景色やわ。まあ、縁側はそんな時間かからんぽいな。うん。2秒。まあ、縁側も屋根つけるでしょ？もちろん。あ、終わった。あ、終わった。いいね。いいね。とりあえずピッケルとかいろいろ作れる。そう、これだからここに座ってさ、足つぼマッサージみたいなもんよ、言ったら。ああ、ええな。うん。ここ、ここね。ああ。足つぼマッサージ。日の光を背に浴びながら、ここで、くつろぐと。そう。足の赤を食べるフィッシュをここに入れてさ。ああ、それも俺も思いついたよ、若干、うん。足フィッシュな。足のあれやろ。うん、足のあれを隠しとく。赤みたいな、隠しか。そう。いいね。水中。どう見ても、体半分埋まってるけどね。おしゃれい。シャレをつけ。うん、シャレをつや。これ。これいいね。シャレをつ。
テンテレテレテレ。あー、火くれた。行くか。早いな。早いな、ほんま。一緒やな。生放送じゃないと、ほんまな。そういう、こういう。ビビたる、あれしか済まへんし、素材が、素材、あ。素材集めせなあかんから、ほんまに。そうそうそう。もうないからな、木が。どんどんなくなっていっきょ。確かにね。確かに確かに。はい。よっしゃ、行くでー。行くでー、楽しくなってきたでー。家作り。佳境に入っとるでー。佳境ではないやろ、まだ序盤の序盤じゃん、これ。あい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 。それが許してくれよ。で、水。まさやの次。どうするかな。まさやなに次は。富水のまさやの次どうする。俺だったら、まあ、これ、なんか地面と同じ高さになっちゃうじゃん。いやな。この。てか、だから、一服入れて、もう一度あげると。同じや、同じ、この砂と同じ高さで、うん。段差を作る。なるほど。砂と同じ高さ。あー、なるほどな。で、馬ってどこにおるん今考えたら。どうでもいいんだよね、あいついなくなったんだよ。忘れろ。マジで？あ、わかった。あいつ切れ。これ、あえて、中央二つだけ、あげると。中央二つ？この、間の？ハーフブロックや、ここでまさに。あ、でも無理や。おー。そうだね。あ、でもハーフブロック石レンガあるけどさ、石レンガちょっと置いてみてどうなるやろ。ハーフブロックの石レンガ。なんか変やな。変やな。逆にじゃあ、石で作ったら。石はなんかあの、綺麗な、この模様がない。網だくじみたいな。そっちの方がいいな。石のハーフブロック。だから、丸石を焼いて、ただその石で、石レンガを作るんじゃなくて、ハーフブロックを作る。ツーブロックじゃなくて石ブロック。行こう。丸石を焼けと。そう。戦略戦。てか、石ハーフブロックあったわ。これ、あった？あったわ。木しかないわ。39個あったわ。あったわ、普通に。もう終わりかよ。多分俺が作ったんだよ、一回間違えてこれ。あ、なるほどね。うん、一回作ったから。俺とりあえず気が合わせなるほどんねそれなるほどんねちょっと斧作っとこう。あえて、うん、この上だけ上げるテクニック。真ん中だけ上げるテクニック。ああ、そういう感じに置いちゃうか。なるほどね。中締めというね。おお。でも、そうしたら、ここの安山岩が意味なくなっちゃうよ。なんでここ。そう置いちゃうと、ここの安山岩が意味なくなっちゃう。確かにな。置いてる。そう。まあ、それを生かす置き方があるんだよね。もう一工夫。なるほど。うん。これを見せるとまだ。そう。よっしゃ。中締めと。そう、中島。中島くん？うん、中島。野球しようぜ。なるほど。ガラスか。え？ガラス？ガラスを置いたんや。ハーフガラスや。ハーフガラスなんかある。おう。ないやろ。ガラスないな。石は却下け。ガラスもどっか作りたい、使いたいな。そう思ったら。あー、まあでも和風建築にガラスってあんま入んないけどね、本当は。確かにな。うん。まあどちらかというと窓つけんなら柵とかで。なるほどね。見せるって感じの方が多いかな。うん。なるへろ。なるへそ。うん。まあこの安山岩を隠さずに。そう。置く。半ブロックで。隠さずに置く。うん、空中から置くしかないんちゃう？じゃあもう隠さずに置くって。空中からさ、どっか繋げるしかないんで、空中でさ、例えば毎回こいつで、うん、これを空中にしていくと。うんうん、はいはい。これで多分空中ね、何かしてるや、うんうん、浮くやろ。空中ハーフブロック浮くやろ。ああ、そういうことな。ハーフブロックこうか。ああ、確かに浮くな。こんなん、どうなるやん、これで。これで何が起こるねん、これで。おい！何が起こるやん。これ何や、これ。何や、これ。おい。何が起こるやん、これで。ちょっと撮ってみるか、一回。あ、喋る。喋るね。オッケーオッケー。あったわ、俺、もっと。椅子か、これ。椅子？なんだやろ、これ。この間これはすげえ技術やね、でも。うん。確かよくわからへん。まあ、俺が言いたかったのはこれだね。この橋？そう。まあ、ここだけじゃなくて、まあ、この。全体にってことだろ？そう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 。ここの一マスだけ残して、ここの列とここの列もつけるって感じ。ああ。そうすると、まあ、対照的になるってことだよな。縁側ってさ、
なんて言うんだろう。なんか、なんて言うんだろうな。座れる？あ、まあ確かに座れなあかんな。あ、変なとこ置いてもらう。でもこのマインクラフトにこの座るという概念はないもんな。うん、そうだね。あ、そうかそうかそうか。うん、確かに。立つか寝るしかないから。ほう。なんでまたその遅いんつけるん。もう数がないしかも。終わった。頭がした。うまくて大変な。役者たちの極みやな。ゲスの極みなんじゃなくて、うん、これで椅子みたいな感じになるって。こっちも置く？そうやな、こっちも置くかじゃあ。OK。なるほどな。足りるん。あ、ミスった。足りる。ゴミ捨てん。それ足りるーね。はい。よっしゃ、終わり。終わりっす。終わりっす。なるほどね。オッケー。空中縁側っていうね。じゃあ、まあ、もう、あれだね。なんて言うんだろう。一個半ブロックちょうだい。半ブロック。んで？半ブロ。で、まあ空中に浮いてるから、うん。まあ、もっと綺麗に見せるには、ここに、この両端にちょっと押さえるように置いてもありだとは思う。固定をね。そう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 。ひぎ固定ね。そうそう。ん？ここも、こっちも置かへんかったらあかんやん。こっちはね。お、そこよ。ここも。そっち側も置く？こっち側も置いた方がよくない？わからんけど、ちょ、一回置いてみてよ。まあ、そっち側はなんか、俺の考えでは、どの道床と繋がるじゃん。ああ、そうだな。まあ、置かなくてもありかなぁ、とは思う。うん。どうせ見えないし。そういうこと。そういうことけ。そういうこと。そういうこと、そういうこと。オッケー、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 オッケー。オッケー、僕じゃうん。まあ、ベンチみたいなのができた感じだな。ベンチ？うん。まあ、こう置いてもありだよね、こうやって。まあ、確かにな。はぁ、あ、はぁ、あ、はそうだね。ひひふふへへほやな。なるほど。そうそうそう。いいね。まあ、真ん中だけにするっていう手もあるし、まあ、なんかジャンプして乗るってよりはなんか普通に上がりたいよね。うん。じゃあここ真ん中とかじゃん。確かにね。10だからこれ偶数のがいいね、奥なら。パチャン。確かに確かに。確かに。ああ。ああ、いいね。あれ？ねえはハーフロック。ああ、俺あった、はい。オッケー！できたー！できたー！できた！おー。よし。水のね。水？水の流れのある縁側ね。オッケー。小鳥とか欲しいな、小鳥。ケイオツ牧場？水はね、例えば、こうやって掘るじゃん。そうすると、奥にも流れるから。ああ、すげえな。そうそうそう。おしゃれ見えるな、まあ、そっちの方が確かになんか。いいっちゃいい、ね。削るかじゃあちょっと。ほうほう。で、この下を安山岩にするっていう手もある、こうやって。おお、なるほどな。ほう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 。いいね、いいね。ああ。若干確かにこの水場で。おしゃれやな、これ。なんか流したいよね。止まってるよりは。確かにな。こうやって。うん、こっちの方がいいな。流した方が見えるな、確かに、うん、よく。それ、いいやん！はははは。よし。水が減ってきたけど、水、補充や。はい、補充しちゃったで、水。あ、逆に流れつけない感じに置いちゃうってこと？あ、なるほどな。流れつけた方が格好良く見えたけどな、やっぱ。単に溜まったよりかは。水のなんか流れみたいなのあったやん、さっき。やめや。いや、にしろ、にしろ、やばいやばい。あああ。オッケー。流れつけるやろ。流れつかへんぞ。まあ、つきたいときは、こうやって、ここをまた埋めて、こうやって。壊すと。そう。なるほどね。取ると、ほら、そう。ついた。ほうほうほう。流れる。おお、すげえね。流れある方、かっこいいな。戦略。どういう水まっけよね、ほんま。いや。水遊びだよ。ふぅー。イエーイ。これプールでいいんじゃない？プール作りてえな、プール。まず全部プール？ここ。なんでやねん。そんな水浸しの家やな、ほんま。あれ。
あ、取れた。やったー。すげえ、水がめっちゃ。え、取れたけど、消えへん。え？ここだよ、ここ、ここ。この水源そこにあるんや、今。そうそう、明らかおかしいところ。おい、消えた。よっしゃ、次はんで。まあ、これをやればいいんじゃない、とりあえず、今は。こうやって掘って。え？掘っていったから、作っていったら。全部同じようにって感じかな。なるほど。まあ、やるなら。もう一枠掘ってもありって思うけどね。確か俺な、入りたいね、中に。ここも、ここもありかなって思う。若干さ、ちょっと、もうちょっとさ、深くしてへん。奥まで入りたくない。ああ、移動できるようにさ。ああ。うん。なるほどね。そういうことで。縁側を掘るってこと？そう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 、ちょっと。高くするってこと、一段。一個、ここから、だから。低くするってことやな。だから、ピシューっていけるようにするってことだろ。ああ、そういうことか。そう。だから、ここと、こう2個掘ってって。そう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 、潜入したいわけよ。中に。ああ、なるほどね。縁側の下に入りたがる人はいるんだね。やっぱ入りたいん。ああ。アヒルゴールからなって、こっちのチームには。ああ、そっか。アヒルはやっぱ入りたがりやから。じゃあ、この戦力、戦力、どうやって、まさとで？はい。置いていかなかな。戦力、戦力、戦力、戦力を。戦力ももう一段掘らなきゃいけないか。いいね。あ、もう入れた、入れた。やばい、やばい。俺のテリトリーやん、ここ。やめろ、やめろや、ほんま。閉じ込めすんなよ、ほんま。出来させるつもりかよ、ほんま。うん。ははは。せやでー。おー、すげえ。戦略、戦略。入れた、入れた。いいね、いいね。で、あとはこの床を安山岩かな。あ、ここは戦力岩だけど。すげえな、これ。わしゃ、喋る。喋る？あれ？もう一個掘んなきゃダメなんじゃない？そうしたら、また入れなくなっちゃうから。はい、やるわ。あ、もう一個か。そうそうそう。なるほどね。いや、じゃあパン食らおう。あ、くそ。オッケー。あー、パン来る。パン来る。あ、なんか投げてみた、投げて、投げてみた。よし、パン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 。うまい。おー、すげえやん。あ、もう暗いやん。すっげえ不景な。いいね。あ、ええな。やばいやばい、クリーパーとか襲ってくるんじゃん。にょにょにょ。ミヤネオ。ミヤネオ。じゃあ。なや、ミヤネオって。いいね。オッケー。あとどんぐらい感じ独創的なあれやな。もう。アイデア出したな。泳げるようにする。泳ぐというか。そうそうそう、そう。入れる、潜れるようにする。逆に前さんの家そっち側につけても、付属品でつけてもいいかもしれない。いやこんな狭いのは無理やった俺。玄関ちゃって。あ、クマや！え、めっちゃ、やばいやばい！やばい。クリーバー、あー！今までありがとう。また会おう。え？え？いや、辻、辻、辻がいる。よっしゃー。激ちゃいい。オッケー。あ、前さん、そうやってやって埋めていくとね、ああ中、あ、埋めてたか。こうやって中埋めないで埋めをすると、なんか、空洞音が鳴るようになっちゃうからね。気をつけたらいい。気をつけろよ。オッケー。ブーンって、変なトンネル音みたいな。はぁはぁはぁ。そうそうそう。埋まったで。よっしゃー、戦略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 。これすげえな。ここ、これでん、この段差、もう一段あれけ。埋めていくん、これって。あ、削っていくんか。そうそうそう。よいしょ。オッケー。すげえな、これ。どれ？はい。とがんかい！はめろ、なくるなよ、お前、ほんま。はい、って。すげえな、これ。よっしゃーできたーできたーいいね。いやーここ水流れてなくない？確かに。なんで？ほんまやな。え？なんでなん？ほんま。なんだろう。いいね、いいね。やばい。うわ前さんの家にこっちから繋がっとっちの面白いな、でも若干。なんか落ちた。水中から繋がる家っておもろいな。水中から？うん。あ、前さんの寝室さ、この水に面したとこに作ってんじゃん、こっち内側にさ。どうせやったらさ。どうせやったらけ。うん。で、水のとこからしか行かれへんみたいな、その、ベッドのとこまで。なんでやん。水通っていくみたいな。なんかここだけおかしいんだけど。ほら。ほんまやな。ここだけおかしい。水が足りひんからや。
そうなん、知らん。オリコンだった、水。でももう一マス空いちゃってる。なんか水の流れもおかしくなってきた。うまい。うん。ああ。土地だけおかしいよ、確かに。ほら。なんかここにでっかいなんか水の塊みたいなのも。よっしゃー、なぜだ、どうする、流れてればいいか。まあいいんちゃう、うん、ここだけしか見えないし。こうやって普通に見たら。なんか割り下置いてあるんやけど。え、それ潰さな。これなんなの、ほんまこの水源みたいな、このでかい水源呼吸できんじゃん、ここだけ。ここじゃ削らないかな、ここ。そうそう、ここを削んなきゃいけない。邪魔だよ。やめろや。これでもあれやな、水中の時なんかやたら作業はかどらんな。ちょっと顔出して掘った方がいい。くそ、この音のはいいな。さっきと同じ現象だ、これも。ほら、やばい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 、流される流される。脱出脱出。あー、ややこしいややこしいややこしい。いや、ややこしいやげ。さっきこれあれやったら植え付けるべきじゃなかったな。これほんまなんでここだけ水こんなになったやの。まあ、作業しよう。え、作業しよう。これ、こっち、色変えなあかんや。あ、いけるんか、これままで。色は。え、どうやったっけ、安山岩の綺麗なやつ確か置かなあかんのやろ、段差で。そう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 。だからもう一マス掘らなきゃいけない、下を。入るなら。なんじゃって？その戦力岩と同じ高さにするから、床の部分を。あ、で、それ安山岩で、それ安山岩。あー、ちょっと、あ、これ安山岩か。そこ、これ安山岩。そこの。水の流れがすごい。いて、お前さんの方やな。ちょっと待ってな。これや。おっしゃ。お。よいしょ。これもや。した。くそ。あ、掘れろ。あー、くそ。くそー。喋る喋る。お前さんスコープ持ってるでしょ。やばい。水取ってるんだ、早いぞ、これ。どけ。多分。オッケー。一回水取るか。汚いし、なんか。うん。ああ、と思います。水が。水を封印。うん。おお。水終了した。掘ってくれ。お前さん掘ってくれ、ここ。オッケーオッケー。よっしゃあ、こっちは全然早いな。それ、砂へ掘り具合やな。邪魔邪魔。マジク邪魔。ここや。よっしゃ。戦略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 。ピケピケピケ。ああ、ピケルぶっ壊れた。ピケピケピケペゴーチェゴチェゴー。ヘイヘイヘイ。よっしゃよっしゃよっしゃなおわしゃな。やったな。これいらんな、これ。ここらもなんか汚いな、このこっちらへん。まあ汚いな。統一したいとこあるよな。ああ、それはわかる。これもけ。うん。なんか大理石のプールみたいになってる。おいやん。マイさんにはもったいないわ。いや、俺には久しいな。もうちょっと、凝ってもいいぐらいよ。こんなとこ寝室にされるんやからな。しゃ。オッケー。ここら辺のこの横の感じも嫌やけど、俺。ん？ここどこ？どれ？直してん。あ、なんか一個落ちてきた。あ、砂だったからね。いいね。ここもやな。全部変えようと、ここら辺。で、ここは戦力岩と。うん。お、いいね、いいね。ここは、ここの後ろ部分よ。全部戦力岩変えとってんじゃん。とりあえず。悪い悪い。あ、見せた。許さない。ここも変えるか。あ、ちゃ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 。ちゃうんや、ちゃうんや。これや。よっしゃ、いいね。ほ、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 ほ。生まれ変わるんけ。生まれ変わってたんじゃん、これでも。匠の力によって。ハクソミスター。てれれれちゃん。オッケー。やったーい。オッケー。オッケー。いいね、めっちゃ綺麗になったやん。あれ、これ上がられへんやん。水入れてんやろ。あ、水や。水追加や。掘り込んだったねー。やったー。水はね、こっちからの方がいい。こう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 。ちょっと待って。あ、上がられへん、水あっても。うわー。この面積。こう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 。水。この、一段上の高さ。一回ここで取って。どうやって？あ、そう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 。で、ここ、ここ。
この上の列に一個一個流してた方がさっきみたいに流れが綺麗になる。と思う。よし、逃げれる、これで。よいしょ。しゃー、逃げた。ああ。よっしゃー、できたー。オッケー。取ろう。で、次どこ流すって？こっち、左っちゃん。あ、そこな。次どこ？おぉ。そうそう、それを何回も繰り返す。めっちゃめんどくさいやん。バケツ3つぐらいいるやろ、これ。バケツリレーけ。バケツリレーだ。作ってくる。バケツの作り方どうやったっけ？あ、そう、やってないな。バケツの作り方やるか。やってなかったか、バケツの作り方。やってませんでした。マジで？それ、言い過ぎじゃない？はい、マイスさん。いいね。え？はい、素材渡す。いや、俺バケツ多分作った気するんだよな。これ簡単やろ。これか。鉄やろ。鉄3つでできる。あ、鉄3つな。もうなんかブリーフみたいな形に置くだけやろ。どうせさ。どうせブリーフみたいに置くだけでしょうがよ。ブリーフ？前さん、ブリーフの意味分かってないよ。こうやるって。できたー。ほら、ブリーフやった。俺一回作ったやろ、多分俺。そうだっけ？俺多分作ったと思うんだよ、バケツは、多分。バケツ。覚えとうもんな。完璧に覚えたわ。ちゃう、なんかちゃうやつ作った時に、勝手に見つけたんかな。バケツリレーできるか、これ。なるほどね。もしかしたら。はい。もしかしたら、あ、やめて。もしかしてだけだけ。もしかしてだけどー。これでここに置いていかないだけ。もしかしてだけどー。ここやんな。てか思ったけど、これいちいち入んなくてもよくね。うん。確かに。まあ、わかったんやるけど。じゃあ、ここに置いていかないの、この、ここに。上からできる、こうやって。そこじゃないって、そこじゃないって。え？ちゃん。うん、流れに沿ってやったら、このへこんど、若干へこんどところの部分が置いていくわけ。こうってことで、この石に面して置くわけよ。ここ、ここ、ここ。今やったらここやって。はぁ、あ、はぁはぁ。わかる？こっちからの方がやりやすいよ。この上から。上から行った方がいい。そうそう、上から流した方がやりやすい。次ここね、ここ。ここ。あ、ここ？そう。よっしゃーバカだろ。何しよう、マジさん。え？何しよう、これ。何や、これ。マジさん。マジさん、何しよう、これ。オッケーオッケー。すがれた。ここやんだから、ほら。そうなんだな。うん。あと一個、あと一個。ラスト。一番最後、端っこのとこやん、これ、この部分、ここ、ここ、ここ。ここやろ。あれ？置いたで、水。あ、水くんな、これでんちゃん。え？やめろよ、お前なんか、あ、もう夜だわ。でも、前さん多分置けねえんだよ、これ多分。ほら。もう一回行くわ、じゃあ、これで。早っ、夜早っ。ここやろ。いけたんちゃん。誰までここら使ったん？さっきの。え、誰だよ、ほんとに。ほら、いけた。取れちゃってんじゃん。まあ、サトウキビ取れてもだよ、前さんのせいで。嘘。死ぬな、ほんとに。何しよんねん、ほんま、お前。ニャニャ。もうほんまあれやな。眠りにつかな。焼き立たずやな、ほんま。よっしゃ、上のベッドもらい。おい、やめろや。もうこれ寝てまいってた、ほんとに。ニャニャ。おい、やめろ。あ、寝れたんや。寝れてほしい。うわうわうわぁいただいた水は。くそ返された俺の水が。お、でも、だいぶさ。気をじゃない、間違えて。これで山だったで、普通に。うん、なんか。見てこれ。このイカツさ、ほら。もう。タイマーつけたらいいよ。ほんまにや、馬どうなったん、ね、消えたん。タイマツ、タイマツ。タイマツか。馬消えたん。え、馬ほんまおらんくないだって。嘘。え、何が、馬おらんかった？え、マジで？え、馬だからどこにおるんだよ、俺言っとってん、最初から。嘘。あ、いいんじゃん、ここに。普通にいいんじゃん。あ、おるやん。いいんじゃん。え、ほら見て、この見て、馬おったし。ほら、俺のこのどれ置き方。やばい、あいつ馬になって。ほら、おー、やばいやん、いいね。うわ、いいね。え、めっちゃいいやん、これ。神秘的。で、こっちは呼吸できるんやん。そう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 、すげえやん、これ。帰ってこなくていいよ、もう。おい、閉じ込めんなよ。もう帰ってこなくていいよ。お疲れ、マシさん。じゃあお疲れ。いや、お疲れじゃないやん。ありがとうございました。ありがとうございました。ふざけんな、ほら。何しろんねん、お前、ほんま。いや、死ぬ。あ、でも俺ここから生きできるから死なへんねんな。はぁ、家マシさんの家そこね。いや、マシさん、それ家、それでいいんちゃう、ほんまに。これ寝られへんやん、こんなとこで。いや、なんかブロック置いてさ、水届かない場所にベッドとか置いて。そうだから、それ狙おうとしちゃった、俺。だからほんまいけるん、これって、ベッド。うん。だから逆にマシさん、家の外側で寝るわけよ。魔物やから、家の中じゃねえへんわけよ。家の外に、いや、こっち側に、
若干この通室、下に地下通路みたいなのがあって、怪人前。そうそうそう、地下水道を広げよう、ちょっとこれ。マジで。あ、前下でここに作ろう、この地下のところに。地下水道。ここら辺からさ、なんかちょっと一段掘り下げて、入れるようにしたら。いやな。いいね、いいね。ほう、これでもいいな。この縁側。クオリティ高いな。なんか、そうこれ結構流されるからな、行かれんの、通しな、これ。だから、逆側から出れるようにしようかな、これ。しんどいわ、入ったから、入った時。ああ。うん。だから、そっち側のとこ。出られへんもんな、これなんか。そう、奥から出れるようにしようかな。若干厳しい。キビーな。キビー。キビ団子やな。あ、ここあるでも絶対出るとこ、絶対。これやわ。どれ？ここ、ほら。いて。ほら、ここ、ここ、ここ。ほうほうほう。でもなんか、そこってなんかさ、目立っちゃわない？まあ、目立つな。いや、ここ、土で埋めとくわけよ、ここは。え、出入りするとき埋めたり掘ったりするのか。いや、違う違う。で、この今まで使ったねぐらから繋がっとるみたいな。あー、なるほどね。そう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 。地下で繋げるから、上は普通に土だから分からんみたいな。あー、そういうことか。あー、オッケー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 。半端ないやろ。見た目的には普通なんやけど。そう、見た目的には普通なんやけど、実は、後ろで、そう。あ、そうか、繋がったみたいな。ねぐらから抜けれたりとかするみたいな。おーおーおー。前室の家。倉庫に繋がっとったとき。そう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 、倉庫に繋がっとるみたいな。いや、俺倉庫とあれけ、本拠の狭間におるみたいな。狭間の世界中に。そう。前さんも、俺らの家入ってきちゃダメだよ、もちろん。なんで敷きまたぐなよ。前さん入ってくるときは絶対、倉庫から入ってくる。潜らぬように、潜らぬように倉庫から侵入して、みたいな。もう。あと、あれだね。もう家できたから帰っていいよ。戻る世界帰っていいで。狭間の世界に行け。そう。お、しゃ。狭間の世界の住人はこれ使えるからね。なんか光ったんやけど、これ。無理決まってんだろ。誰も俺に追いつかれへんで。今作っちゃう？もう。今作ってもだわ、よくない？そうだね。ノリでさ、もう。うん、結構すぐやろ、こんなん。そうだね、これだけだし。で、この。お、鉄だ。やったね。外側の色は、前さんの好みに書いてやん。あ、色？うん。あ、飯食いはさ、やばい。適当に、だから上とかの色を、A 色に変えたかったら、うん、掘って変えりゃだけやから。オッケー、飯食ったわ。ちょっと上から俺あれ見るわ。オッケー。どれや、なんか、ないんか。タイマーちょうだい。タイマーってあと1個しかないやん。あ、オッケー。どこ置いとく？うん、捨てといて。あ、オッケー、オッケー。カーブって言って、なんかどこら辺かで。俺今一番奥ここ。ちょっと掘りすぎてる。ちょっと待ってよ。これな、倉庫の中が。あ、そうだね。端っこがどこなんやろ。あ、これ棒ってどうやって作らないんだっけ。あ、なるほどな。あ、食べ物は。あ、もういけるで。あ、オッケー。もうそっから、左かな。ロケマス的にいたら。オッケーオッケーオッケー。ちょっとあれでしょ。高さ的にちょっと階段掘りっていうか。そうやな、そうやな、そうやな。今俺ここやから。うん。じゃあここ前さん地下通路の、あれ、入り口。地下通路？地下通路への入り口。地下からの地下みたいな。はいはいはい。お、来た。こんにちは。これやばいな。あー、この高さか。どれ？オッケー。これ、これげ。うん。これがマスターの地下通路なの、さっきのこの入り口。狭間の世界のあれ。そう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 。一旦？そう。で、腐った肉めっちゃ持ってん、俺いらんし。俺、使い道ってあるん、腐った肉って。なんやないんちゃう。なんやん、食べるとき。お腹すいたとき。埋めとこ。バケツいるな。なんで俺ベッド持ってんのっていうか。あ、これか。なんかこう、綺麗にしたいな、ここの地下通路。いやな。うん。気になるわ。なんか綺麗なブロック置こうぜ、ここ。そうだね、なんか。あ、でも安山岩でいいかもしれない。狭間の世界の感じ出してほしいな。安山岩ね。前さん決めていいんちゃう、前さんの家なんやから。あ、そうだね。あ、うん。とりあえず。ほら、できたよ、ほら、見て。マジさん、よかった。どれ？ほら。もう繋がった。それで？マジで。よかった、マジさん。あとここ、マジさん、はしごかなんか繋いだら終わりや。登っていくみたいなはしごで、シューって。ほうほうほう、あ、これ？うん。なんか、異次元な感じを出したよ、俺は。かっこつけんな、もう異空間みたいな、俺のとこだけもう。すごいとこがこいつ来とんな、みたいな。なんかもう、超レアな、レアというか、あんまないような、だから、あれがよ、俺は。石？うん。理想だけは高いな、ほんま、何もせず。
何もせえへんやつくせに理想だけはお前珍しいだろ、あそこの家に使ってへんようなあれを使いたい俺は。じゃああれでいいんじゃない、これえ花崗岩、花崗岩、あー使ってない、結局安山ってきたから花崗岩でいいんじゃない。どれの花崗岩って、ちょっと待って、やっぱ磨いた方がいいでしょ。いや絶対そうやろこれ、はい、花崗岩ね、あこのドッグフードみたいなやつだ、これ玄関使ってたわ。あれか使ったんかよ、使ってたわ。どうする、なんか他ないんかな、他のなんか石みたいな。アイサムなんか砂とかでもいいんじゃない別に。砂丸石とか砂遊びのあれけマイさん感じけ何でいくかやな。砂かだいぶ削ったぞこれ。どうするか、なんかないか、ひてったぺった、うふふ、素材か、戦力なんかないんか、それか、周り葉っぱで囲む固形石ってやらな、これ、固形石。あー、それはひかるさんがさ、ゾンビのさ、なんかトラップみたいなところに引っかかった時にあったレアな石で。まさじゃあ壁全部作業台にしてまう。え、作業台って全部壁作ってまう。ほら、これ今日こ綺麗で作業台、これで、これやん、作業台、これ、まさこれ作業台で全部壁作るね。作業台を壁扱いするとおらへんやろ、あんまり。え、でも、ロケマサが言っとったら、作業台のように作業台を置くテクニック使っていけるんちゃう。あ、そうだね。一回やろうわ、じゃあ、それで。でも結構かかるけど、時間。作業台いっぱい作らなあかんから。そうする？うん、それにしようか、じゃあ。マジかよ。作業台アイディア。それか、全部かまどとかでもいいやで、別に。かまどなんか。で、かまどで、あ、かまどいいな。確かに。この感じやろ。うん。異次元やもんな、なんか。なんかチョコボって感じするやん。チョコボ、チョコボ。うん、チョコボの不思議な男女みたいな。あ、でもかまどの方がええな、それやって。かまど結構異次元やで、結構。かまどは。かまどにするわ、じゃあ俺。じゃあかまど作るよ。うん。かまど作りまくるか、じゃあ。作りまくりスティー。作りまくりスティー。うん、作りまくりまくりスティー、はい。作りまくりまくりスティー。コスト悪すぎ、マジで。それよ、ほんま。かまどや。誰や、こんなアイディアしたやつ。よっしゃー。これでも入り口からやっていった方がええやな、全部ってこと。そうだね、だからちょっと待って、道を全体的に2マスにしたいから、だからだから、いつだって僕は君といられるならばだから、いざって僕は君といられるならばだから、はい、誰だよそれ、お前知らん。オリジナルゲ。うん、オリジナル。あ、これぐらいが確かに通りやすいわな。弾丸高い押しで、天心あるのみさ、てんててて。で、ここに、横に全部かまど置いていくってことだよな。そうそうそう。そうそうそう。めっちゃ長くかかるで。半端ないだから、コスト、コストパフォーマンスのあれさ。やばいな、これ。なんなんこれ。逆にいいやん、これ見てほら。上も全部かまどみたいな。この下もやろ、だからいつでも焼けるみたいな、どこでも。床も、全部。床も、それじゃないと思んないやん、やっぱり。半端ないけどな、これでも。おい、水やめろ。それか、全部かぼちゃのパンプキンの松明付きみたいな。あー、そっちもいいね、なんか。あー、それいいな。だから、かまどは今後まだ違う時に使うか、このアイディアは。あー、そうやな。これは。このエグパンプキンにするか。うん、パンプキンの明るいから。夜だわ、夜。俺とっちゃ取ってくるわ、パンプキン。ウィス。ウェスタンリーグ。誰か絶対これ潰しただろ、種。一つだけなくなってんだけど。誰や、お前それやったやつ。ウェスタンリーグ。お、暗いな。うん。寝よ。もう寝ら暗いぞ。襲われるぞ、ほんま。いって。いや、かまどって石で作らないんだっけ、かまど石やな、石。丸石を真ん中以下に置くとかまどできる。でも意味ないんちゃうもん。意味ないな。預けよ。いっぱい作ってもらうけど、かまど。預けと、いつか使える日くれやろ。うん。さっきのアイディアも。うん、さっきのアイディアも使えるやつか。なんかいらんわもん。俺、かぼちゃさ、あれなんだよね。数が絶対足りないよね。足りひんの、やっぱ。あ、ジャックオランタン、ただ11個。え？絶対足りひん。33個くらいしか手に入らないと思う。1日？そう。え、でもね、これ、1日とかね、これ、品種的には結構適当なんだよね。あ、ちゃうんや。時間が経って適当に実るって感じ。結構じゃ時間変わるみたいな。
ボイルなの。本当になんかできないとはできない。ほったらかしにしとくしかないね、もう。あ、ジャックオランダできた。やった。ジャックオランダ？うん。31個しか見えへんなかった。火は持っとかなあかんわ。よし。32個か。石レンガもいらん。俺12個あるわ、ジャックオランダ。俺持ってないわ、今んとこ。おー。いけるんかな？こんな感じだよ。めっちゃかっこいい。嘘。やば。めっちゃかっこいい。おじゃるけ。この光の空洞。うわ！ええな、これ。これやばいな、これ両サイドやばいね、これで。やばいやばい、これ。掘っていこう、掘っていこう。まさか興奮してきた。うん。異次元の空間作り出せそうやな。あれ、置かれへん。開けた。ピッケル、ピッケル。あ、めっちゃええやん、これ。ええやん、これ。レインボーロードみたいな感じやな、マリオカートの。そうやな。それのオレンジ一色バージョン。うん、ただ全然ジャックオランタンがないっていう。本当だよね。今こ、おぉ、めっちゃええやん、ここ。いかつ、これ。これでも上も下もやったらやばいな。やばい、レインボーロードやん、これ。マエスロード。めっちゃマエスさんのとこ豪華やん、これ。無駄に、かかっとるで、これ。労力。あと、ここ階段ちょっと滑らかにしたいな。ああ、じゃあもうちょい掘らなきゃダメだね。滑らかにするんだったら、待ってね。これもうなんか普通に、歩くだけで、登ったりできるようにしたい。ああ、じゃあこれだ、ね。あ、それは確かにあるな。うん。これで、あの、半ブロックと重ねればできるようになる。でも、下の、下も下、あ、下はなんか色変えようぜ、じゃあ。マイさん。そうだね、なんか。横だけにしよう。あ、上もいいけど。上と横だけにしよう。下はなんかちょっと変えよう。オッケーオッケーオッケー。下何がいいん？下何にしようかな。下かまどいいんじゃね？あ、下かまどで。下かまど逆にかっこいいでしょ。一回やってみる。でも、え？階段作るとしたらさ、かまどのとこの部分の若干階段のとこだけなんか若干おかしにならへん。あ、そうだね。なんか合わしたいな。ハンブロックができるような。そうやね。どうするそれ。まあ確かにな。うん。何があるか。ハーフブロックができるやつじゃないと。ハーフブロックができるやつどれどれだ。丸石か石、石のみ。あ、木。あ、木か。あ、木。ああ、白樺。ここで。白樺ないな。木々。あった、あった。あった、あった。白樺はええな。でも少ないな、あれ、白樺は。いや、取ってくれ、俺、それ、それやったら。あった、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 あった。どんな感じになるか見たい、白樺の。確かにな。夜な、もう夜な。夜やん、もう。まあ、今、家の中やから問題ないの。あ、そっか。まあ、寝てもいいけど。ああ、これいいな。あ、でも寝といた方がええんか。ジャックはいいね。ジャックは入れるのか、寝といた方が。まあ、マシさんのとこは家作りが、まあ、当分終われへんから、ちょっとずつそれ、かぼちゃ買ってていいんちゃう？貯めて、貯めてさ。一回寝るか。オッケー。ジャックオランタンロードやな。ジャックオランタンロードええな。すごいロードやな。ハロウィンロード？ハロウィンやな。マイスロードできたな、これで。でも、ネグラと俺若干繋げたいっていう、何しょんやん、お前。お前、なんか見えとんじゃん、お前。全部、おかしさ。全部見えとんやん、お前の。起きたらやばくなったんけ。あれ、起きたら。いや、わからない。何だね、何やこれ、何やこれ。うわ、窒息する。窒息や、窒息。はぁ。はぁ。くさ。あれどここれ、えなんか俺変なとこが来てた。あ、ここがあったんか。余計なことしやがってる。クソみたいなことしやがってる。あ、なんかここ壊してもらうし。お、ええー、なこれ。え、めっちゃかっこいいやんけ、これ。もうちょい掘らなきゃダメだな。あと一マス。一マス分。よいしょ。あれ、なんかこの草の、で、垂れへんだけど、なんでな。なんで白樺こんな無駄にかっこいい。あ、多くの葉か。これか。見て、お前さん、これ。白樺の後ろ見て。ちょ、やばいな。かっこすぎやろ、これ。あっとうな。うん、ジャックオランタロードかっこすぎるやろ、これ。お前さん、斧持ってない？斧？あれ？斧ちょうだい、斧。あります。いいね。あ、もう54分やわ。マジか、早いな。でも、これで前さんの、ピッケルやん、ピッケル。ここ、ここ、ここ。前スロード繋がったな。ここ二つ。じゃあ、じゃあ、斧、斧。あ、斧か、斧か。はい。はい。ここ。これで、多分、ここを掘ったら、水が流れ込んでくる、多分。ここ、ここ。水が流れ、あ、
フェンスゲート作ったら水流れへんのや。あ、そうだ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 。あ、確かにな。あ、それを使えばいいのか。はい、これは。そうや。わかった。白樺のフェンスゲート作ったんや、じゃあ。わか。前さん。で、白樺のフェンスゲート作って、水流れへんようにしたら、うん、水との境目できるんや。で、この水路にアヒルいっぱい買っとったらいいんや。ジャックオランタロードにアヒルがいっぱいおるみたいな。日に日に増えていくみたいな。2個フェンスゲート。2個フェンスゲートいるな。オッケー。いいね。そう、フェンスゲートと水の相性がよくいいからな、これ。うん、あ、ほんまや。うん。いいや。できた。だからもう。すぐ掘って。アヒルの牧場も兼ねるな、ここ。牧場兼。はい。うわぁ。はい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 。すげえよ、これ。あれでもこれ、もう一マス掘んないといけないのか。ここもか。はい。はい。え？ん？ん？ ん？ どないやねん。あ、わかった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 。こことここ置いて、ここだ。おぉ！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 すげえ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 。おぉ、マイスロード繋がったぞ、これ。これで上埋めたら、もう、わからへんやん。パッと見は。あ、上埋めたら？うん、多分わからへんやろ、絶対。あ、スケルトンや。え？って、ほんま、スケルトンなんでおるやん。これでわからへんやん、ほら、見て。ほら。やばいやばい、逃げろ。え、スケルトンどっから撃ってきよ。スケルトン多分どっか隠れてんじゃね？日の当たらないところに。え、ここおるって、ここの。水源どこよ。この。よっしゃ。ポンコツ野郎が。ポンコツ野郎が。ほら、お前、死んどけ。行け。で、これでも抜け、こっから抜け出すのが難しいな、これ。ね、めんどくさいね。あ、コウモリや。ここの、とこの、感じを変えたい、もうちょっと。抜け出しやすくしたいな。あ、それはマイスさんの家だからね。自分でテイクをやれば。そこは、ここの。ちょっと待って。ちょっと待って。いやいや。これ上がれない、これ上がれない。ほら。あ、じゃあ、これ、じゃもう一マス掘ればいいんだよ。そうそうそう。あ、違う。ここ掘らなあかんやろ、下、この下を。うん、この下を掘らなあかんもん。いや、わかったわかった。ちょ、ケマイさんどいて。これが邪魔やね、この石が。単純にさ。どこやどこやどこや。邪魔邪魔。オッケーオッケー。これが邪魔やろ、明らか。フェンス下げなあかんってことだろ。これやろ。んで、そう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 。この下に。え？そしたら4ついることになるね。だから、もう一マス安山岩を、ここ掘って。そっちの方がええな。確かに。で、ここも掘って。あ、もう一個下にすると。そう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 。ちょっと水邪魔やな。マジ邪魔。ほんとに。で、こんな感じ。ああ。やべやべ。はぁ。なんかチュッチューとかいいやん。お、ろうそくがついた。いいね。よーっしゃ、いいね。マイスロールええな。俺コウモリ飼いたいな。ここに？あ。まあ、コウモリおったけどさっき。勝手に住み着くんじゃん、このクソみたいな場所だったら。クソみたいな場所。マジでコウモリ飼いてんのかよ。引くわ。ジャックオランタンロード。ジャックオランタン？マイスロードが今回ちょっとあれやったな。いきなり完成したな。突発的に。うん。まさか縁側からそう繋がると思わへんな。ああ、これでいいんだ。あ、これいける。ほら、やっと水溜まった。あー、オッケー。これでさ、ここも白樺にしたいんか。そうそうそう。そうやな。そうだね。オッケー。で、ここで土埋めても、土で埋めても、頭をぶつけることなく。いける。いける。おーおーおー。オッケー。おー、ええやん。めっちゃ暗い。いける。え？え？なんでこんな暗い？いける？あ、出たら暗くなくなったし。でもこれ、こっち側からの通行めっちゃむずいな。こっちからやろ？うん。あ、こっちからの通過普通に行けるやん。こっちはめっちゃええやんけど。ただ、そう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 。こっから、こっからここや。そうそうそう。これの、この感じや。あ、でマイさん衣装置いてんだよ。これマイスロード、でもマイさんこのベッドどこにあるやろな。ないやんけ、ベッド。ベッド、あそこの中に作れたわけ。ベッド置けるよ、ここら辺。確かにな。こっちさ、こうやって暗算が横になっちゃう。ここも置けるよ、ベッド、ここに。ここに寝ろ、俺。ああ、でもそ、あ、そうか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 。まあもうこれはこっち側から一方通行みたいなもんでええやろ。そういうアトラクションみたいな。ロード？ああ、なるほどね。
そうそうそう。倉庫に繋がったロードみたいな感じでいいんじゃん。そう、倉庫に繋がったロードでいいんちゃう？これは。うん。これで、うん。夜でも。何殺すねん、おい。夜でも安全に動けます、みたいな。怪人？怪人や、怪人。よっしゃ。当たっちゃった。しかもおしゃれやしな、こっちの方がなんか。え？そうやな。うん。まあこの倉庫も、またいずれちょっと改造していきたいな。倉庫な。全部ジャックオーランタンみたいな、周り。ジャックオーランタンの部屋け。そうそう、外壁全部ジャックオーランタンみたいな。あ、いえ、白川めっちゃあったし。白川？ 64 個あるよ。いやー、ちょっと1時間超えたわ。マジで？うん、もうちょっと終わらなあかん、さすがに。ジャックオーランタンロードで。いやー、でも今回は結構できたんちゃう？でもほんまに。まあ道はめっちゃ揃えまくったけど、まあすごいもんできたな。いやー、できたな。まあ、あんな縁がほんまおらへんやな。おらんやろ、あれは。これめっちゃガツいやん。すごいな、これほんま。まあ、じゃあ最後できたもんだ、確認しに行くか、じゃあ。そうだね。これすげえな。とりあえず、こっちで。まあ、玄関はまだできてない、今日触ってないから。これだって外から見たら何も普通やもんな。で、そう。水はま、こっから見えとんみたいな、さっきからおしゃれな。これ、かっこよすぎん、この縁が、こっちから見たら。でもこれ、家入、家作った時さ、ここどうするかじゃない？なんか、ん？なんて言うんだろう。足はまっちゃうっていうか。もうこれはこのまま塞がないで、ここに、こうしとくの。これはもうこのままでいいんじゃない？塞ぐ？あーまあ、塞いだら入れなくなるしね。そう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 。これのままでいいか。まあ大丈夫なんじゃない？多分。うん。うん。わからんけど。ジャックオランタンロード。そうそう、ノリでいけるんじゃない？そうだね、ノリでいくか。ノリで。よいっす。やめない、やめない、やめない。いいね。くそ。お、モグラ叩きじゃねえんだ。よっしゃー。終わります、じゃあ。終わるか。終わるか。1時間超えか、これで。すごい時間かかったんやな。かかりすぎ。よっしゃ、でも、まあまあ、アイディアというかね。はぁ、あ。うん、新しい感じで出たな。またあれなんちゃう？えげつい帝国が気づく一歩やな。ロード、うん、ロードができたな。ジャック・オランタンロード、新しい、ロードができた。いいね、よし。はい、というわけで、とりあえず今回は、縁側の一部分と、ジャック・オランタンロードの全容が、ほぼできた。まあ、次もまあまあ、縁側終わったんで、まあ、あれで終わりでいいやな。そうだね、まあ、とりあえず、あとは屋根がないわ。あ、屋根か。うまいな。まあ、じゃあ次、屋根作るか。屋根か。まあ、それかもう一回ちょっと玄関の方行くかわかんないですけど。まあ、何かしら。毒化しそうやん、毒化。うん。誰が？ロケマス毒になったんじゃん、それ。いやな。ああ、腐った肉食べてるからだ。まあ、とりあえず何かしらやっていくと思うんで、次も見てほしいなと思います。では、最後、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。